本当に早く言いたいんだけど、そう、私もあれってなった、あれまだかなって、そうそうそうなんですけど、ちょっとお待ちください。いやちょっといつ解禁なのかこっちが聞きたいって感じそう明日なのかな、ちょっとそうなの、もう今ここら辺まで出てるんですけど、その言いたいことが、そうなんですけど、ちょっと待ってください、聞いておきます、いつでしたっけって、うん、そうなんです。ということで皆さんお待ちください。あと昨日のお仕事っていうのはラジオ収録がありまして、そうエッサにそうエッサラジオにの収録をしてきました。はい、でね、そうなんか新年初収録だったみたいで、私とサーヤと青です、2期生コンビ、そう3人で出させていただくので、16日です、来週の月曜日です、そうよろしくお願いします。楽しかったですよ、なんかそうなの、2023年のなんか目標とか夢とか話したので、はい、ぜひ聞いてください。あ、エッサ自体は1月もあったけど、収録が新年明けて初めてだったっていうお話ですぜひ聞いてください、めっちゃ楽しみ。そうそうなの、私エッサめっちゃサーヤと一緒なのそう、あれ私今コンビって言ってた、嘘嘘、トリオ、2期生コンビって言った、2期生トリオですねすいません、ごめんなさいごめんなさい。そうなのでぜひリアタイしてください、16日の、はい、放送なので、昨日撮ってきました、楽しかった、初エッサです。うん、そうなんです。でね、私じゃん、髪を染めました、最近あ、やべ、ちょっと待って、なんかゴミついてる、髪染めたの実は、あれちょっと待って何これ何これ、ね、絶対ゴミついてるよね、あ、取れた、ほこりが、髪を染めました。なんか髪色はまあ前染めたてよりもちょっと明るいんですけど、昨日おととい直前よりは暗くなりましたって感じ、思った、ありがとう、そうじゃんまた染めました。ちょっとね、おしゃべり会もあったりね、あとは来週から公演も出たりするので、はい、そうなの、なんかすごくいい色だよね今回、なんかほらすごいなんか透明感ないすごくいい色でしょ、うん、なんか今回の色はなんて言ったっけ、グレージュです、グレージュっていう色です。お、公演当選した、やった、ありがとう、お待ちしてます。そう、グレージュらしいです。なんか髪色落ちてくるともうちょい、まあ、明るくなるんですけど、ちょっと気に入ってます今の色、暗めがいいなって思って、うん、なんか結局なんだろうな、今は暗めがちょっと好きえ、嬉しい、待って、めっちゃみんな声当たってるんだけど、嬉しい嬉しい、21夜17、21昼夜、21お昼、21昼夜、嬉しい、21昼、あ、嬉しいよ、待ってるね。そうなの、
平日とあの休日どっちもあるので、うん、絶対もう私ほんと久しぶりだから公演1ヶ月ぶりだから21昼夜いや嬉しい、もういっぱい見てくださいね私のこと、うん、あギフトありがとう、いっぱいこと見てください、絶対にいっぱい見てくださいもう嬉しい、1ヶ月ぶりですね、うん、初リバイバル21、あ待って結構当たってるぞ七海推し、うん、仕事の休憩悪かった。また見てね、ありがとう。レッスン欲しすぎて夢に出てきて、え嘘でしょ来てね待ってるよ、公園からのおしゃべりか、それな超楽しみ17-21入る、えやった劇場来て、うちは作り直そうかも、え嬉しい、もう嬉しいんですよグッズとかうちわとか、あさっておしゃべりやん、そうですよ覚えてるみんな、あさっておしゃべり会です、なんと生誕ティーの日です、皆さんぜひ生誕ティー来てください、あの買ってくださった方は行くしかだって、エチゴン、エチゴンはまた再び最善を引くのか楽しみですねそう生誕ティーです、あ初見さんありがとうございます、こちら、あ間違えた、ちょっと待って、初見さんこちら、あヤヒのアバターだ、ありがとうございます嬉しい、じゃあ2期生のことは知ってくださってたのかな、ありがとうございます、初おしゃべり会楽しみ、え嬉しい、私も楽しみ、あすごい、ヤヒ推しの方今日はたくさん来てくださってありがとうございます、ギフトありがとう、そうなの公演ね、ちょっとあの久しぶりすぎて多分忘れてる部分もあるからちょっと自主練ちゃんとしておきますね、完璧な状態で出れるように、嬉しい、アルビの話したいなの、しゃべり会の日休みがどれ、でもいっぱいあるんですよ今月、そう毎週あるのでぜひご都合の合う日に来てください、そうでもやっぱ土日が多いからね、そうなの、仕事終わりにおしゃべり会参加する、ありがとう待ってます、そう私2回目、うん、後編ぜひ今おしゃべり会受付してるので、あの土日が多いんですけど、てかほぼ全部土日なんですけど、でも私あの朝から夜までいるのでフル部で やらせていただいてるのでぜひ来てください、うん、2月追加したありがとう、2月オフラインもあるしね、また増やしちゃったなんでてんてんてんなの、ありがとう待ってるね、うん、さっき2月分購入したありがとう待ってます、うん、それ前はそうだね、前は平日もあったんだけどね、でもあれだよね、確かに土日は一日中できるからね、嬉しい、うん、嬉しい嬉しい、仕事行く前に参加します、ありがとう、そう申し込み中なの今、2月オフライン増やす、えありがとう、オフラインも超楽しみにしてるし、あのちょっとねすごいあのね可愛いねお洋服を着たいなと思ってるので楽しみにしてて、うん、ちょっとデートっぽい感じでデート服って言ったでしょ、あのオフラインの日、そうそう、いやフル部にしてくれたのは皆さんなので、皆さんのおかげです、みんなのおかげで私は一日中みんなとお話できるので、ちょっとあのこれからもずっとフル部でこのまま行きたいので私は、
そう。2月4日は21時が最初。ありがとうありがとう。だって皆さん、あ、じゃあまだオフラインはまだチャンスあるのかな。でもね、あの皆さん少しでも来た、あ、今日目、あ、おみくじ。今の草、顔撮った人いるかな、スクショ。ねえ、今見た？私は見なかったことにします、今の。でもいいの、あのこっからこう上がっていくっていうやつだもんね。何にも見てない私は、うん、何にも見てない。当事者めっちゃ笑ってる。あ、待って、もうかけた、お願い。パー、これであの私の運勢今日から中吉になったので今。ありがとう、おみくじ楽しい、これめっちゃありがとう。うん、いや全部見たいよね、今日とか中吉、あと大吉はね見たことあるんだけど、そう、うん、楽しみ。あ、来た、来るよ。中吉だった、また。ちょっと大吉、大吉みたいな、大吉みたいな、大吉みたいよねみんな。でも大丈夫です、私もう一回大吉見たことあるので、はい、あ、ねえ、こっちなの、あれ、あ、もう一回来た、やばいやばいやばい、あ、大当たり。皆さんのおかげであの大吉をゲットすることができました。さすがです、皆さん。早いよ、もうさすがだね、みんな大吉だった、よかった。今日の運勢、いや明日か、明日の運勢大吉でした、ありがとうございます。そうだよ、これは明日の運勢だからね、だからみんなも大吉です。でも今日の人もいるかもしれない。今日の顔が見たくなってきた。私どんな顔してた、めっちゃ恥ずかしいんだけど、そう、面白すぎてさ、うん、確かに。どこまであるの、大凶とかあるのかな、ない。でもさすがにショールームさんが大凶を作るかどうか、いや作んないんじゃない、さすがに。うん、ショールームさん優しいから。そう、今日の顔乗せてもいい、もちろん当たり前。うん、乗せてみ、いいよ、みんな今日はねバッチリあのメイクもしてるし髪も染めたてだし、いっぱい乗せてください、うん、楽しい。ここのルームはおみくじができる、当たり前、当たり前さ。面白すぎて、あのニコ生さんのねクリスマスの時の帰りのネタなんですけど、もう当たり前、面白すぎて私最近使っちゃうのよ、当たり前って。最高、本当に、うん、そう、めっちゃ面白い、天才ね。またやりたいイベント、初詣行った気分になった、わかる、それな、私行ってないの今年、うん、そうだから、でももうこれで大丈夫。だってもうおみくじ100回くらいしてもらったもん、100回は言い過ぎた、10回くらいもうショールームでおみくじやったからもう大丈夫。うん、みんなは行った、初詣、おみくじ引いた、と白山神社に行くって、いいね、1月いっぱい OK、 あ、じゃあまだ間に合うね、よかった、吉だった、小吉でした。お、誰か今日引いた人いるかな。私1回あるんだよね、おみくじで新年早々今日引いたの、そう、結構もう何年も前なんだけど、
めちゃくちゃ前で、あ、ありがとうギフト、めっちゃ前で今日引いたので、家族でその時あの初詣行ってたんだけど、もうなんか今日出ると思わなくて、さすがになんか引かれたもん、え、今日とかあるのみたいな家族に引かれた、うん、なんか笑えるとかでもなく、え、それ大丈夫かなとか心配でもなく、もう引かれたえ、あるの今日とかみたいな、え、どうすんのみたいな、そう、うん、でもさ、なんかさ、おみくじってあの初詣行くとさ、おみくじ結ぶとこあるじゃん。なんか私聞いたことあるお話が、大吉のおみくじは持って帰っていいけど、大吉以外のおみくじってなんか結ぶみたいなのを聞いたことがあって、そう、私はなんとなくそれを信じていつも大吉のおみくじは持って帰るけど、それ以外は結んでる。そう、これ合ってるのかなもうめちゃくちゃ前に聞いたやつだから合ってるのか、あ、でも、あ、そうだねって言ってくれてる人がいるから合ってるんだ。そうだよ今日入ってるんだよそう、あ、聞いたことある。あ、じゃあやっぱ本当なんだ。財布に入れておくといいって聞いた。あ、そう、それさ、私も聞いたことあって、大吉はあれ財布に入れてます、お財布。そう、あ、いつも結んでた大吉ね、持ち帰りな今度から。今日結構あるの？えー、そうなのでも運気上がるとも言うじゃんね。あ、ハートありがとう、ハートいっぱいありがとう。そうだよ、で私は今日が出た時はもうこの先こっから登っていくんだっていう思いを込めて、そう帰りました。宝くじ当たったレシート今でも財布に。えっ、ね、宝くじ当たったことあるの？うわ、いいな、すごいんだけど。大吉引いたことない、え、本当に。でも私もちょっとここ数年はね、大吉引けてないかな確か。え、どうだったっけ。え、結局さ忘れちゃうんだよね、去年のとか。うん、そう、だるまありがとう。ゆきちさんの名前当たったと、うわっ、いいね、いいね、超嬉しいね。千秋楽公演のチケット財布に入れてる、痛い音。え、全然、私も多分あのね、私も取ってあるよそれね、すごい。え、待って当たったことある。100万、本当に100万当たったことあるの？ちょっと待って、やばいんだけど。嘘本当に。ちょっとそれ今度詳しく聞かせて、おしゃべり会でそう、あ、でチケットの話なんですけど、私2018年に行った乃木坂さんのコンサートのチケットまだ取ってあるもん、大事にファイルに入れてる。その気持ちすごいわかる。なんかさ、そういうグッズとかなんていうの、記念に取っておきたくなるよね待って、100万円やばすぎるんだけど。もう使ったらって。じゃあ何に使ったのか聞かせてくださいね何に使ったのか聞かせて、今度のおしゃべり会で、うん、9年前の公演でのチケット、すごい、9年前だ、大事に取ってあるんだね。東区のコメリ新潟の8億だった、マジってちょっと待ってよ、嘘でしょ、え、怖くない？新潟でさ8億って何もはや、え、本当にさ100万円とかさ当たったらさ、本当にそのまま入ってくるの？100万円が、え、怖いんだけど、うん、え、もし宝くじ当たったら人に言いますか？言いませんか？ちなみに私は言いません、きっと。
当に多分家族にも言わない、自分だけに、自分だけの自分の心に留めておくか。あ、そのまま入ってくるんだ。言わない言わないと、どうせブルージョイになるからバレる。いや、わかる。あ、言わない。ななみんに言うだって顔に出そう。いや、わかる、正直わかる。言わない、やっぱ言わない人多いんだね。推しに報告、えらい、言ってしまいそう。今言いました、確かに言いたくないけど、喜び隠せない。急に親戚や知り合いが増える、言わない方がいいけど言いそう。ニュアンスみたいについて、いやでもね、私もそう思います。私は多分絶対に言わないけど、家族にも本当に誰にも言わないけど、出ちゃうと思う、顔に。なんか、うん、だってさ、100万円一気にボカーンって入ってきたらさ、いや8億入ってきたらさ、顔に出るでしょさすがに、うん、バレるよ。突然ななみのおしゃべり会に大量出ししたら、察してなあれもしかしてってうん、いや私、みんながもし宝くじ当たったら分かっちゃうかも。なんかなんとなく、馬券なら100枚あるよ。すごー、出た、大人の遊びじゃん。そうでしょ。なんかさ、年末か年始にさ、なんかやってなかった、有名な馬の大会みたいなそう、なんかニュースにさ、いっぱい出てくるの、ニュースでさ、有名人の方がさ、その馬でさ、あ、そう、有馬記念かな、わかんない、有名なのそれは。だってさ、よくさ、週末よく馬走ってるじゃん。でもなのにさ、その有馬記念っていうのはさ、すっごい有名じゃん。なんで、なんでですか皆さん。そう、馬の大会、ナナミンがギャンブルする日が来るのか。ギャンブルはちょっとね、多分しないと思います、うん、でも宝くじはちょっと買っちゃいました。あ、有名だからなのか。うーん、12月の最後の週にファン投票で出走馬決まる。そうなの、年末の風物詩。そうなんだ。1年稼いだの全部投入する。待って、それやばくない？あ、宝くじね、もちろん、もうお察しください。もちろんダメでしたダメだったよ。あ、そうなんだ、最後だから年、1年の最後のレースなの。さすが、なんかみんな詳しいねみんな大人だもんね。うん、ビッグレースなんだって。 G1、 何それ、すごい、全然わかんない。うん、私にはまだ早い世界でしたうん、ね、大間さんの大会うん、だってさ、テレビでやってるよね、よく、うん、あれ、競馬ってさ、私本当に無知なんだけど、あれは、馬、大馬さん、大馬さんの、何、その足の速さとかも
まあもちろんそれは関係あると思うんだけど、そのお馬さんに乗ってる人の力も結構重要なんですか、やっぱり。そのあ、ジョッキーって言うんだ、うん、あ、新潟って競馬有名なんだ。あ、ジョッキーさんの力もめっちゃ重要で、大馬さんの力も重要で、合わさってこうなるんだ。でも私ちっちゃい頃あの大馬さんに乗ったことはあります。乗れる競馬場、新潟競馬場で乗れるから、そう楽しくてよく乗ってた、うん、え、競馬場ってさ、私さ本当新潟、もう新潟生まれ新潟育ちだからさ本当に分かんないんだけど、競馬場って全国にあるんじゃないんですか、全都道府県に、そんなことない。そう、なんか新潟 にさ、あ、当たり前のようにこうずっとあったから全国にあるのかと思って、あ、全国ではないんだね、うん、あ、そうなんだ。あ、え、じゃあ各地にあるんだけど新潟にあるんだ、すごいね、うん、中央競馬、やばい全然わかんない、もう助けて、全然わかんない、何それ何それ大馬のななみ写真みたい、え、もうないかな、え、どうだろう、ちょっと聞いてみるね、あの母に聞いてみます、私が大馬さんに乗ってる写真あるって。 J1J2 みたいなの、それはわかりやすい。え、三条にもあったの、そうなの、へえ、新潟は最後の直線が有名、へえ、みんなの説明が分かりやすすぎてちょっと詳しくなれました、うん、面白い、バヌシーになると名前つける、え、え、そうなの、え、なんてつけよう、どうしようかな、え、ななみとかもいけるの、すごくない、うん、何にしようかな、うん、9文字までなの、私待って待って、やばい、また始まるわこれ、また始まるわ大喜利私タンタンメン、え、9文字なんだけどそれで決定で、よし、私の馬の名前でぴったりすぎてやばい、しかもなんかいそうじゃない、いそうじゃない、面白すぎるんだけど、タンタンメンが刺してきた、私タンタンメン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 みたいな、はい、本当に面白いですね今日も、皆さんぜひ今日のツイッターで載せてくださいで、じゃあちょっと今日はこの辺で配信終わろうかと思うんですけど、あのちょっとめちゃくちゃ悲しかったんですけど、今日の公演でチカナが卒業発表をしたということで、もう私はしかもその公演にいたかったし、そうすごい寂しいしね、チカナとはいろいろね、あのお仕事も一緒にしたしね、
まあ、同期ほぼ同期なのでそう寂しくなるんですけど、うん、そうでもね最後までたくさん思い出作りたいなと思う。そう公演一緒に出れないんだよ実は。そう皆さんあのもうお察しの通りなんですけど一緒に公演出れなくてそうだからうんあの一緒にお仕事できる時にそう同い年だしそう時にねすごいたくさん思い出作りたいと思います。はいということでじゃあ今日の配信これで終わります。今日も見てくれてありがとうございました。またね、ありがとうみんな。